岩手県花巻温泉。花巻は宮沢賢治生誕の地としても知られている。東北内陸部の冬は北国らしい雪化粧が魅力。冷えた体を一気に温めたい。奥羽山脈の渓谷沿いに湧き出る花巻温泉郷。自然に囲まれ湯量も豊富である。花巻独特の風情を楽しみながらひたすら浸かる。盛岡は美しい自然と多くの文化財、歴史的建造物が調和する街。ぶらっと歩きながら散策してみる。盛岡が本場の南部鉄器の店に立ち寄ってみた。南部鉄器は南部藩主が京都から釜師を招いて茶の湯釜を作らせたのが始まりだそうだ。品質に優れ美しい。日本を代表する伝統工芸品である。南部系盛岡こけしの工房を訪ねてみた。盛岡を題材にし伝統的なものから現代的なものまで幅広く制作している。南部こけしの特徴はですね、顔の表情ですね、筆でこう線のように描いた表情と、あとはの顔の形なんですけれども、どんぐりと栗とくるみという3種類盛岡こけしにはあるんですけれども、その形がですね、身の形を表しているのが一つの特徴だと思います。華やかな馬具をまとったチャグチャグ馬っ子。農耕馬に感謝する伝統行事として知られている。宮城県大崎にある鳴子温泉郷。その歴史は千年を超える。鳴子温泉郷は湧き出るお湯の量が豊富、源泉かけ流しの風呂も多い。泉質も多彩で昔から東北の湯治場としても知られている。公衆浴場滝の湯、鳴子温泉のシンボルである。白く濁ったお湯と板張りの浴槽が昔ながらの懐かしい雰囲気を漂わせている。鳴子の伝統工芸品鳴子こけし。鳴子こけしは首を回すと音が鳴ることで有名。これは頭部を胴の部分にはめ込むという独特の技法が用いられているからだそうだ。
アイデアグッズも売られていて面白い。持ちどころのお店による、旅人に人気の餅が所狭しと売られている。大人気は鳴子名物栗団子だ。熱々で本当にうまい。白石、その中心部増岡公園によみがえった白石城がある。かつて仙台藩の南の要衝として築かれた。忠実に復元された天守閣は実に見事である。丸森にある佐入屋敷を訪ねてみた。佐入屋敷は江戸時代から昭和にかけて7代続いた豪商斎藤家の屋敷。代々の当主が斎藤売助を名乗ったことから斎入と呼ばれるようになった。商売を幅広く手掛け栄えたが、戦後に店を閉じた。昭和63年に蔵の郷土館として開館され、豪商の暮らしぶりを知る豪華な調度品や商売の道具など、さまざまな品を蔵と屋敷に展示している。松島には江戸記念館がある。中国の巧妙な仏像作家3名が作り上げた高さ4メートルの乾漆仏像が展示されている。生まれた江戸の守り本尊に願をかける。ありがたい。仙台生まれの玉虫塗り、漆と銀のハーモニーが独特の輝きを放っている。江戸記念館のすぐ近くに道の区伊達政宗歴史館がある。仙台藩主伊達政宗が建造した帆船サン・ファン・バウティスタ号。それを外で聞いた伊達家の家来たちはめでたいことじゃ嬉しいことじゃと。伊達政宗の生涯を等身大の蝋人形で表現したコーナーは、表情があまりにもリアルで圧倒される。戦国時代にタイムスリップできる空間である。毎年8月に開催される仙台七夕祭り。仙台にあるこの七夕ミュージアムでは、いつでもその魅力ある七夕飾りを見ることができる。
仙台の冬の風物詩として親しまれている仙台光のページェント。感動的なイルミネーションに酔いしれる。東北の旅は心にしみる。